こんにちは。今日は白滝の自作、つまり自分で作ることに取り組もう。最初に板こんにゃくを買ってきてください。どこで売ってるか知らない人は大人に聞いて買ってね。3枚におろす。できたかな。次は千切りだ。一番難しいのが千切りです。スクラッチで千切りの勉強しよう。